前回の、あらすじ、サハラに到着したポンコツ一同、なんと現地のクイズ番組に出演することになる。そしてなんと優勝者には豪華賞品が100万円が欲しい霊夢であったが、しぶしぶ4個目のお宝を選んだのであった。それでは続きをご覧ください。ご注意、このチャンネルは完全初見プレイで挑んでいるため、イライラする場面もあるかと思いますが、それがご了承できる方のみここから先お進みください。なあマリサ。なんだよフラン。あいつ大丈夫かな？大丈夫ではなさそうだな。もち麦玄米五穀米、昨日から高熱が下がらなくて、現地の病院にも連れて行ったのだが原因不明だ。おかゆコシヒカリ秋田小町、そしてあのように米の話しかしなくなってしまった。そこはいつもとあんま変わらないが。霊夢、まずは布団に入れ。これじゃあお宝探しどころじゃなくなったな。こいつがいないとお宝の場所すらわからないし。うん、誰か来たみたいだな。はいはい、今行きますよ。はい、どちら様。ああ。フランどうした？霊夢は危ないから向こうに持って行こう。フラン、無事だったんだな。ま、マリサ驚かないでくれよ。なんだよ。お客さんだ。いやー。めっちゃ驚くじゃん。なにこれ。未来のマリサだそうだ。え、私ってば未来でもこんなに可愛いの？やかましいわ。おそらく霊夢があったマリサの偽物ってやつだ。偽物じゃないのに失礼しちゃうわよね。でも未来の自分に会ったらダメって。そうなの、知らない。何も起こってないから大丈夫だろ。で、早速本題に入りたいのだけど、霊夢が病気を発症してしまったみたいね。何か原因がわかるのか？申し訳ないけど原因は全くわからないのよ。あの子は今でもずっと病院で米の話をしているわ。夢ピリカ七つ星一目惚れだからこうなる前に私はあの子にお宝を集めさせてたの。お宝を探す能力があるのはあの子だけだったから。お宝集めてどうする気だったんだよ。あの子の病気を治すため何でも願いが叶う。お宝、そうか、お宝さえ集めればあいつは助かる。そう、だけどお宝はあと一個足りてない。ある場所がわかるなら私が取りに行く。私も行くぞ。おそらく最後の一つがある場所は月よ。月というか月そのものが最後のお宝で、でも月なんて取ったらゾゾタウンの社長が行けなくなるだろ。あそこかよ。大丈夫、新しい月は私が作り出すわ。そんなことできるわけないだろ。これでも私魔法使いなのよ。マリサ、自分を信じろ。そうだな。じゃあとにかく月に向かって出発だ。私もついていくわ。必ず最後のお宝手に入れるぞ。ジャマイカとメキシコは何事もなく突破、そしてハリウッドに向かうポンコツ一同なのであった。ほらマリサ、掛け声。あ、掛け声しないで始めちゃダメでしょが。これ必要あんの？夢にまで見たハリウッドね。マリサがそんな言葉遣いだとおねえみたいに聞こえるんだが。もともと女なんだわ。そんなんじゃ男の子にモテないわよ。お前に言われたくないわ。てか夢のハリウッド、絶対なんか出るだろ。やっぱりお前も憧れてんじゃねえか。まあそりゃどっちも私だし。いや声が一緒だから気持ち悪いわ。ちょっとハリウッドなのに敵が何にも出てこないんだけど。ハリウッドだからって何か出てくるとは限らないだけど。あれはデカメガネルよ。え、手長ザル。いや目がデカザルだろ。こっちも違うわよ。デカメガネルよ。めっちゃ噛みそう。マリサちょっと10回言ってみてよ。メガネガネル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 。お前そもそも間違ってんだって。お、今めっちゃ数出てたな。何言ってるのかしら。ほほほほほ。まあ元がこれだからな。これって言うなや。5本。このデカメガネルは明るいところだとほとんど目が見えてないらしい。ということは今ほとんど見えてないってことか。じゃあやっちまいな。はい、絶賛攻撃中です。はい、猫マシンさん到着いたしました。攻撃をするまで2時間がかかるんだよな。あ、僕が倒そうと思ってたのに。いやそんなのどっちでもいいわ。ほらもう2匹目の猿来てんだよ。攻撃するチャンスだよ。ペーパー力ボタンがこれで、攻撃のボタンがこれとこれを押して。お前ずっとそれに乗ってるんだからいい加減操作方法を覚えろって。スマブラのあなたたちも同じでは。はい、すみません。もう猿が増殖してるんだけど。もうこの大量の猿の数、城を壊しちゃった方が早いな。もう重なってて何匹いるのかも把握できないわね。おお、ハリウッドクリアー。そういえばリンゴを進化させて、って視聴者さんから言われた。なにー？これカオルくんになったじゃねえか。リンゴはカオルくんになるのは常識でしょ。常識じゃねえよ。ということで、ラスベガスに出陣じゃ。あー。ねえねえ、今の掛け声あれでよかった。
バッチリだったぞ。だからあれ必要なの？コアな視聴者さんからには結構評判いいんだぞ。あれが？テカサスがラスベガス。城がギラギラしてるな。いやお前の目もギラギラしてんぞ。カジノ、ポーカー、ルーレット。今は急いで月に向かわないといけないんだから、カジノなんてやってる場合じゃないんだからな。わかってるわかってる。てか、カオルくん顔出てー。今気づいたのかよ。足がついてるのは仲間のカオルくんとは聞いていたが。こういうことだったんだ。さーて、来週のサザエさんは？おい、今なんか口の中から出たろ。いや絶対口の中でそれ買ってんだ。あ、しまった。いやまた出た。あれは落ちてた残骸を身にまとったなんてよ。はぁ、まあ、あの顔は口型でも思ってちょうだい。いや思えねえわ。本体よりインパクトあるじゃねえか。そして性能は快適の動きを数秒止めるって感じね。てかここはカジノだから電飾とかつけた敵とか出てくるんだろ。大丈夫、それ感電しない。なんも出やしねえ。またじゃどうかよ。こいつ毎回出てくるな。カジノに一番に使わしくないやつが出てきた。真っ黒だからね。こいつ攻撃スピードが速いんだよな。カオルくん、わー快適を止めれるんだったな。なんかすいません出てやんで。いやまた帯に癖あるやつかよ。それが霊夢の石だからな。いやどんな石だよ。はい、ということでラスベガスもクリアー。そうしてアラスカ、カナダ、グリーンランドは難なくクリアできたのである。はい、ということで次はニューヨーク西部神社。おー、相変わらずアイス持ってんね。あれアイスだと思ってんのお前だけだよ。ペパーミント味かな。名前も相当頭湧いてんな。あ、今回はニューヨークということで新しい仲間を採用してきました。ネコバーベンさんとサイキックネコさんです。あ、どうもよろしくです。うちらゴビに癖ないけど大丈夫なの？ほら、普通の人が面接受かったから心配してるよ。バーベルネコさんは7人の妻を持つネコさんで、サイキックさんはキャッチボール中にいなくなった友達を探してるネコさんじゃ。キラーマンに癖あり。しっかり働いてくれよ。ただ働きだがな。お前動画で堂々とブラック宣言してんじゃねえよ。今すぐ訂正しろ。うちは給料1億円。別に怪しすぎだわ。詐欺集団かなんかですか？もう怪しまれてるよ。お、久々の赤い敵だぞ。カオルくん出撃。カオルくんをパーティーに加えてから。お前もうちょっと頑張れや。もう近所の人からは。カオルくん入れてから赤い敵出てないじゃない。でもっぱらの噂になってるよ。井戸端会議の話題にされちゃうレベルなの？いやでもあの顔いるだけで相手に威嚇できるから問題なし。いるだけで威嚇ってどんだけ凶悪な顔だよ。しかしニューヨークなのにあんま大した敵出てこねでたー。しかもちょっとかわいい。頭に王冠が乗ってるわよ。ちょっとその喋り方気持ち悪いんですけど。自分自身だろうが。そうそう、そんな感じ。あらやだ、ほほほほほほ。あれはエリザベス56世。あの王冠をかぶってから波動が出るようになったらしいわ。波動？ピョンピョンジャンプしてるだけに見えるけどな。お、また赤いウサギも出てきて、カオルくん活躍のチャンス。カオルくん一気も後ろ行っちゃってよく見えないんだよな。あ、見えて結構恥ずかしがり屋だから。あれ？意外とすぐ倒せちゃったな。ということでニューヨークもクリアー。NASA、いよいよ宇宙に行くって感じだな。エイリアンもめっちゃ出そうだけどな。ということで NASA に出陣じゃー。 おこの雰囲気やっぱりエイリアンご一行様が出てきそうな感じだな。宇宙っぽいイコールエイリアン。まあ何事もなく進めてますね。おかえりー。わ、こいつなんだっけ。これはカオルさんだな。これはみんなが待ち望んだカオルさん VS カオルくんの対決。いやもういかつすぎるんですけど。にゃんこ戦争っていうかカオルくん戦争なんですけど。マリサよく見てみろ。カオルくん一番後ろでよく見えてな。カオルさんがこんなにもあっさり前こんなに簡単に倒せましたっけ。なんか拍子抜けでしたがクリアー。ちょっとバミューダトライアングルじゃん。ここの三角形の海域はいろいろ不思議な伝説があるところよね。やめてー。相変わらずのオカルト恐怖症なのね。船や飛行機、人間なんてのもここで謎の消失をしてるんだよな。やめてー。はっ、めっちゃ飛行機落ちてんじゃん。しかもここ海底じゃん。いやー、うちのマリサがこんなに可愛いわけがない。まあまあここ倒しちゃえば地上に帰れるから大丈夫だって。早く倒そう、すぐ倒そう。まあでもその現象も宇宙人が関わってる説も出てるんだよな。絶対エイリアン出ますやん。まあお金は温存しておいて、赤と黒が出たエイリアンが出たら猫マシン。ご一行様到着でーす。まずは猫マシン、猫太陽を出動。
う。おまけにニャンマを出動。あいつおまけっていう強さじゃないからね。いやでも他のエイリアンはいいとして、クマン中がクセモノなんだよな。強力な平手打ち。あいつは宇宙開発企業の正社員だからな。正社員とかアルバイトとかあるの？やっぱりモチベーションの高さによってあの平手打ちが繰り出されているのだろう。他の純社員とは比べ物にならないほどの給料の差なんですね。あいつはもうふざけてるだけだから。レロレロレロ。大悪社員ということで SNS に投稿していきます。読み解け、よしエイリアン一体減ったわ。敵の数が少ないからニャンマの攻撃が効くな。レロ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 。残すはクマン中のだがちょっと雑魚が増えてきたか。他の従業員さん、雑魚処理をお願いします。俺たちアルバイトだからな。時給も安いしな。給料の低い従業員のモチベーションはかなり下がってます。頑張った者には昇格あり。単純な奴らだよ。だが雑魚がいなくなった今がチャンスだ。おお。やっぱりニャンマの単体攻撃は強い。そしてアルバイトの皆さんの協力があってことでした。ということで平成の動画はこれで最後になると思います。チャンネル登録、ご視聴、コメントいろいろありがとうございました。そして令和もよろしくお願いします。お願いします。それでは次回未来編最終回、次の動画でお会いしましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の視聴者様からのありがたいお言葉。このシリーズ好きでごわす。ハイナンコ軍団に採用。ブラック企業だけどね。またね。